い、どうも野草研究所です。皆さんコーラ好きですか？日本でコーラといえばコカコーラやペプシコーラが有名ですが、実はコーラって自分でも作ることができる飲み物なんですよ。いろんなスパイスを甘く煮出して作るんですが、野草研としてふと疑問に思っちゃったんです。日本にもいろんなスパイスがあるけど、それだけでコーラを作ったら一体どんな味になるんだろうって。ということで今日は日本を代表するスパイス縛りでオリジナルのジャパンコーラを作ってみます。それでは早速行ってみましょう。こちらが市販のコーラ飲料です。コーラとは当初アオイカ・コラノキ族の常緑樹がつけるコーラの実の抽出液を主な原料とする飲み物を指しましたが、現在ではコーラの実の代わりに様々なスパイスが用いられています。日本でのシェア1位はおなじみコカ・コーラですね。今日はこのコーラ飲料を一般的な材料と日本の材料縛りで2種類作ってみようという企画です。ということでまずはこちらが一般的なクラフトコーラの材料です。ローレル、ブラックペッパー、シナモン、バニラビーンズ、クローブ、カルダモン、ライム、生姜ですね。一つずつ簡単に解説していきます。まずローレルはクスノキ科月桂樹属の常緑香木で、葉にとても良い芳香があるので古くから煮込み料理の香味付けなどに利用されてきたハーブの一つです。次にブラックペッパー、胡椒科胡椒属のつる性植物で、ピリッと刺激的な香りを持つこの果実をスパイスに利用します。今や土定番の調味料となった胡椒はこの乾燥させた果実を粉末にしたものです。続いてシナモン、シナモンはクスノキ科日系属の樹木の樹皮、つまり木の皮を剥がして乾燥させたスパイスです。カシアやニッキ、セイロンシナモンなどの木から採取する世界最古のスパイスとも言われています。独特の甘い香りは紅茶やコーヒー、チャイの香り付けに欠かせませんよね。4つ目はバニラビーンズ。バニラはランカバニラ属の植物からエンドウ豆みたいな強化を採取したもので、サフランに次ぐ2番目に高価な香辛料と言われています。これ1本で700円しますからね。甘くて豊かな香りはバニラアイスをはじめとするお菓子作りによく使われています。5つ目はクローブ。クローブは太もも科の樹木である長寿の木から採取する花のつぼみです。この形が釘に似ていることから官名で長寿という名がつきました。とても香りが強く、カレーオイルのテンパリングなどにも使われています。お次はカルダモン。カルダモンは生姜科の多年草である生ズクという植物の種子です。爽やかで上品な香りからスパイスの女王とも呼ばれています。日本ではカレー粉の原料の一つとしても有名ですよね。続いてライム。ライムはみかん科の柑橘類の一つで、熱帯地域を原産とする暑い国で採れる果物です。あらかじめカットしておきました。レモンに似た香りですが、独特の苦味っぽい風味がありますね。最後は生姜です。生姜は生姜科の多年草で、世界中で栽培されている熱帯アジアが原産の植物です。辛味と独特の香りを持つこの根っこの部分が日本のスーパーでもおなじみのスパイスですよね。こちらもあらかじめカットしておきました。これでコーラの材料紹介は以上ですが、今日の本題はここからです。これが今回のテーマであるスパイスジャパンのチームです。口なし、山椒、からしな、みょうが、のびる、かき同士、よもぎ、ゆずです。先ほどと同様順番に見ていきましょう。まずは口なしの実です。口なしはアカネ科口なし属の常緑低木で、秋になる実を干したものは三子子という生薬になります。こんな風に穴を開けて煮出すと鮮やかな黄色の着色料となるので、お漬物のたくあんや栗きんとんを黄色く発色させるのに使われています。続いて山椒の実です。山椒はみかん科山椒属の落葉低木で、若い芽を和食のあしらいとして添えたり、花皮をスパイスとして利用したりします。今回はうなぎのかば焼きにかけたり、麻婆豆腐に使ったりする刺激的な香りを持つこの乾燥させた花皮の部分を使ってみましょう。続いてからしなの種です。からしなはアブラナ科アブラナ属の越年草で、その名の通り種がからしの原料になる植物です。以前からしなの種を集めてマスタードを作る動画も上げていますので、よかったらそちらも見てみてください。ということで今日は辛味付けとしてこの種を利用してみたいと思います。
続きましてミョウガです。ミョウガはショウガ科ショウガ属の多年草で、英名ではジャパニーズジンジャーと言います。その英名がつく通り、食用として栽培しているのはなんと日本だけと言われています。独特で爽やかな香りは冷ややっこやそうめんの薬味にぴったりですよね。5つ目は柚子の実です。柚子はみかん科みかん属の常緑性症候木で、その生産消費量ともに日本が世界一の柑橘類です。数ある柑橘類の中でも柚子特有の強い香りは、もはや和食に欠かせない重要な香辛料となっていますよね。こちらもあらかじめカットしておきました。6つ目は薬草赤じそです。赤じそはシソ科シソ属の一年草で、芳香のある葉を薬味として利用するハーブの一種です。赤じそも過去に取り上げていますので、興味のある方はこちらの動画もご覧ください。原産は中国ですが、ジャパニーズハーブの一つとしてシソは必ず名前が挙がりますよね。続いて野草編です。まずはノビルですね。ノビルはヒガンバナ科ネギ属の多年草で、前草にネギやニラに似た匂いを持つ代表的な食用野草の一つです。当然ノビルも過去に取り上げていますので、こちらもぜひ。この強いネギ臭が使えるかなと思い、その辺で採取してきました。次の野草は柿同士です。柿同士もシソ科の仲間で、とてもいい香りを持つ野草です。西洋ハーブのタイムに似た香りを持つので、香草ソーセージに入れたりハーブティーに使えたりします。ハーブ系の香味付けにはもってこいの野草ですよね。今回だと先ほどのローレルの代わりになってくれるかなと考えています。最後はこちらヨモギです。ヨモギはキク科ヨモギ属の多年草で、草餅への利用から食べられる野草として名高いですよね。シオネールによる独特のいい香りがあり、日本のハーブとして外せない代表的な薬草の一つです。それではいよいよ和洋コーラ対決を始めていきましょう。まずは普通のクラフトコーラから始めます。ハサミで割ったカルダモン、クローブ、ブラックペッパーを入れて火にかけます。スパイシーな香りが漂ってきたら、鍋に 400ml の水を張って煎ったスパイスを投入します。そこへさらにシナモン、ローレル、バニラビーンズを入れてじっくり煮出していきましょう。なんだか複雑な香りが漂ってきましたね。少し混ぜ合わせたら、カットしたライムと生姜も投下します。すると一気にコーラっぽい香りになってきました。そこへ黒糖ときび糖をどっさり入れて、とろみが出るまで15分くらい煮詰めていけば、普通のコーラの原液は完成です。続いて本番、ジャパンコーラを作っていきましょう。先ほどと同じように山椒の実、からし菜の種、口なしの実を入れたら火にかけます。からし菜の種が炸裂しだしましたね。蓋をしていった方が良かったかもしれません。同じように鍋へ水 400ml を張ったら、煎ったスパイスを投下して、さらにじっくり煮出していきましょう。やはり口なしは着色料として使われるだけあって、鮮やかな黄色が強く出てきますね。香りは今のところ山椒の一強です。ここにヨモギ、柿同士、ノビルを入れてさらに煮込みます。急に魔女感が出てきましたね。ここへカットしたミョウガと赤じその葉っぱ、スライスした柚子の実を入れていきます。めっちゃ和食の匂いがしますね。同じように黒糖ときび糖をどっさり入れて、とろみが出るまで煮出していきましょう。これでジャパンコーラの原液も OK です。こっちは普通のコーラの原液、こっちがジャパンコーラの原液です。それでは冷蔵庫に1日入れて、味と香りをなじませておきましょう。まずは普通のコーラから開けてみましょう。めっちゃスパイシーな香りがします。それではザルを使って原液だけ取り出してみましょう。色味はだいぶコーラっぽくなってますかね。こちらが完成した普通のコーラです。続きましてこちらジャパンコーラです。明らかに和の香りが漂ってます。同じようにザルを使って原液だけ取り出してみましょう。黒糖の色が強いからか、色味だけでは大きな差が見られませんね。これでジャパンコーラの方も完成です。それでは早速飲み比べてみましょう。左から普通のクラフトコーラ、ジャパンコーラ、コカコーラの3つです。グラスに氷を入れて、原液を炭酸水で割っていただきます。
もちろんコカ・コーラはそのままでいただきますよ。まず色味はコカ・コーラがぶっちぎりで真っ黒ですね。手始めに市販のコカ・コーラから飲んでみましょう。うん、安定の美味しさですね。100年以上の歴史は伊達じゃありません。続いて普通のクラフトコーラを飲んでみます。めっちゃスパイシー、でもちゃんとコーラの味になってます。ではいよいよ本題のジャパンコーラを飲んでみましょう。きたきたきた、大成功。柚子とみょうががガツンとくるので、ちゃんと和テイストになっています。そこにからし菜の辛みや山椒の風味も相まって、もう普通のコーラとは全然違いますけど、でもなんかちゃんとコーラしてます。普通のクラフトコーラは生姜がガツンときて強い印象なのに対して、ジャパンコーラは優しくて繊細な風味ですね。これ商品化したら売れるんじゃないですかね。何にせよ大満足の結果でした。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ジャパンコーラの作り方いかがでしたか？とても美味しくできた自信があるので、私と商品化を企画してくださるクラフトコーラ企業さん、お声掛けをお待ちしております。このチャンネルでは身近に生えていて食べられる野草を使っていろんな料理や実験を繰り広げています。もし面白いと感じていただけたら、今すぐチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。